こんにちは、パッカークマだよ。今日は四ツ谷三丁目にあるお寺と神社にお参りしていくよ。まずは陽雲寺に向かったよ。陽雲寺は東海道四ツ谷階段に登場するお岩様を祀っているお寺だよ。ここは悪縁を切って良縁を招く縁結びのお寺としてもとても有名なんだ。境内にはお岩様ゆかりの井戸、加納玉と呼ばれる石を投げ入れる心願成就の石、厄除けができるお祝いなり水かけ福寿菩薩などがあるんだ。お参りの後は御朱印をもらったよ。毎月変わる御朱印と御朱代の2種類から選ぶことができるんだ。僕は1月限定の御朱印をもらったよ。次に向かいにある民谷稲荷神社に向かったよ。ここはお祝い稲荷と呼ばれ、民谷家の邸内にあった社で、初代民谷又左衛門の娘お岩が信仰したことで、お岩さんの稲荷として次第に人々の信仰を集めた場所なんだって。お岩様を感じられるお寺と神社、どっちもとても素敵な場所なので、ぜひ行ってみてほしいな。今回は陽雲寺と民谷稲荷神社を紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。